毎度、徹子です。世界金融市場で混乱が続く中、日本株の堅調ぶりが際立っています。24日の東京株式市場の日経平均株価は、前日比1204円57銭高の18092円35銭と大幅続伸。終値の上昇幅としては、約4年半ぶりの大きさで、歴代9位を記録しています。これを受けて、韓国では、恨み節の声が噴出しています。ニュースの詳細。23日、日本の代表的な株価指数である、日経平均は、全取引日と比べ、23円33銭高の16576円16銭で始まった。トランプ大統領の2兆ドル規模の緊急予算案が議会で否決されたという速報が伝えられた直後だった。日本の証券市場に揺れはなかった。金融市場を揺るがすほどの悪材料は続いて発生した。この日午前、日本の安倍晋三首相が東京五輪延期を初めて示唆する発言をした。安倍首相は参議院予算委員会で完全な形での実施が困難な場合は、延期の判断も行わざるを得ないと話した。これまで東京五輪延期の可能性には一線を引いてきた安倍首相は、この日一歩踏み込んだ立場を出した。この時も東京株式市場は経済後軸とは正反対に動いた。午前10時ごろ下落に転じたりはしたが、取引時間中の最大下げ幅は 0.41% にとどまった。それすらも30分も経たずに回復し、再び上昇の流れに乗ったとのことです。あかん。23日の同時刻、米国の夜間先物市場や他のアジア証券市場では株価指数が急落。 S&P500 先物指数は 5% 以上落ちて、取引が一時中断。韓国総合株価指数コスピーとコスダック指数は 6% 以上急落して、プログラム売り注文の効力を停止するサイドカーが同時に発動されるなど、日本以外の市場はパニック状態でした。日本の証券市場が下落するかもしれないニュースだったのに、市場は反応せずに逆に上昇傾向になったと韓国が騒いでいます。コスピやコスダックがボロボロなので、日本も同じようになればいいと恨み節を言っている人が多そうですが、彼らの期待は見事に裏切られちゃいましたね。ちなみに、東京五輪が中止になるシナリオは避けられる見込みが出てきたことも大きな要因みたいですが、最大の原動力は日銀による象徴投資信託 ETF の爆買い。日銀は16日の金融政策決定会合で ETF の購入目標額を年12兆円に倍増。これを受けて1日あたりの買い入れ額約700億円から3月に入って約1000億円、さらに19日からは約2000億円に激増。3月の買い入れ額は23日時点で1兆円を突破しています。日清基礎研究所の井出慎吾チーフ株式ストラテジストは、ごく短期的には日銀は ETF 買い入れの目的を果たせたと評価しています。日銀は何かと批判されることが多いですが、今回はちゃんと仕事をしてくれたみたいです。問題はいつまで1日2000億円超の買い入れを続けるか。元に戻すタイミングを間違えると、安心して株を買い戻している投資家がはしごを外されることになってしまうので、慎重に対応してほしいです。こちらが韓国の反応です。問題を冷静に処理して証券市場の安定を図っている安倍が羨ましい。韓国とは正反対だ。急落する前の静けさは怖いな。こんな維持方法は根本的な対処方法ではないのだから、絶対に学ぶべきじゃない。やはり日本はメディアを操作する国と違って経済大国と呼ぶのが正しい。人為的なものであることは分かっていても素晴らしいと思う。2000兆もの積み上げがあったから、30年の経済停滞にも耐えることができた。韓国は世界経済が咳をし始めればすぐに病んで倒れてしまうしかない。最近のやつは自分の国の市場が暴落すれば嘆き悲しんでいる。その時間があるのならお金を出して買い支えろ。
バブルの前でさえ、日本は年金基金で経済を支えていた。それが一体どれぐらいまで続くだろうか。マスゴミは少し勉強しろ。韓国の株式市場が 7% 上昇した時に日本市場は停滞していた。先週は日本が韓国よりも下落していた。ただ税金を使って株価を買い入れただけだ。韓国経済はムンジェインに壊滅させられた。中国によって恐怖が深されて大きく見えているだけ。日本のように技術的に消極的対処をすることが必要だった。左派の群衆の拍手を受けようとするポピュリズム政治のために全てのことが崩壊してしまった。日本の奴らは問題を隠してるから将来どうなるか気になる。日本は独裁統制国家だということを知っている。民主国家ではない。だから秘密にしていることもすごく多い。一言で言えば爆弾を抱えてるはずだ。より大きな負債になって帰ってくるよ。日本からは学ぶべきじゃないと思う。最近の日本が正気だったことなんてほとんどない。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。